Big section で,すで、すで基本的に最初にこう何も無設定でやるとさっき選択した単語が含まれているところをやる感じです。まあ、ですけど僕の場合は all lines ですね。す <laughs> べての英文をやっぱり音読したいのでえこちらを選んでやります。で、もう一個言っとくとこれをやることによってポイントが稼げるんですね。 はい。なので、短くても10点、長くても10点なんで、じゃあ全部やったほうが得じゃんと。で、まあ、今日僕は、あの、他のやつで、あの、スピーキング、実はもう25分間さっきやったわけですけれども、次のスピーキングセクションの練習のために、ここでポイントを稼がせていただこうかと思います。で、実際はですね、私、あの、 ここちょっと後で紹介しようかと思ったんですけど、あの、パソコン版ですと、この、えー、左、右下ですね。これさっきやったやつだな。うん、うまくいかないな。いや、えー、先ほどのですね、右下のところを見てもらうと、こう、えー、レッスンプランが出てるんですね。で、実はここを活用してほしいかなとは思ってます。つまり、 ここをですね、何回は何回も、やっぱり音読をする。で、リード d and ッ o o k つまり、一回は目読します。まあ、音読してもいいです。音読した方がいいかな。うん。えー、一回音読をします。で、画面を見ずに、もう一回内容を思い出しながら音読をすると。えー、このリードアンリードルックアップ p and s ですね。えー、この活動を何回も繰り返すことによって、やっぱりこの内容、 英文を頭の中に、まずは短期記憶の中に入れ込むということができます。で、やっぱりそれを何回もしてからスピーキングセクションに行くと、まあ、僕はいいかなとは思ってます。で、戻りたいんだけど、こっちか。あ、ごめんなさい。で、さっきのとこ戻ってきました。で、 Vocabulary amputate. So they carefully amputate their fins and then study Hi. Amputate Amputate Amputation and then study the role genes play in regenerating them. Biomedical. A biomedical research facility near Bar Harbor, Maine. Don... Vertebrates. Don and his colleagues are studying skates and other marine vertebrates. Accomplish. So once we understand, we can compare and contrast how all these different groups accomplish. あの、単語の意味を英語で考えるというアクティビティ。これもですね、あの、まあ、変な話、日本の教材でやろうと思うと結構大変なんですけど、これ無料でできるんですね。これ素晴らしくないですかと。ちょっと脇道添えちゃいましたけど、まあ、って言ったような、あの、トレーニングをですね、やっぱしっかりとやるってことがすごい大事なんですね。あの、英会話、 意味ねえみたいなあのことを言う人たちってたくさんいます。まあ確かに会話だけやってても力つかない部分は否めません。ですけど、インゴリッシュセンターのす素晴らしいとこっていうのは、一つは自分が興味を持った動画ですね、を選ぶこともできるし、検索もできるしっていう、で膨大な量の動画が用意されてて、 必ずその興味に合ったものが見つかるんじゃないかなというところが一つ。あと動画、ちょっとね、面白いやつも結構あるんですよ。なんで、そういうやつを探してもいいし、今回みたいに教科書に関連したものを探してもいいし。っていう、自分にとって意味があるインプットっていうのが、やっぱり学習にとっては必要なんですね。 だから興味があるやつでいいんですよ。レベルも難しくなくていいんですよ。自分に合ったものでいいんです。それを選んで自分に合った興味に沿った語彙を順番に習得していくってことが本来は語学学習,学習では大事なことなんです。ですけど、なかなかこう、まあ申し訳ないですけど、今の高校の教材だと一斉に同じ教材やってっていう部分で若干ね、 あの、大人の都合もあるんで、まあそういったような条件になってしまうんですけど、この一月、その枠は完全に外せてますよね。ですので、自分の興味関心レベルに応じた学習をどんどんやってもらえればなと思います。はい、ちょっと前置き長くなりましたけど、恐怖のスピーキングセクションいきたいと思います。まあスピーキングではなくて音読なんで、まあ、 そして一応ちょっと時間かかっちゃうかもしれないですけど全 RandyDon is a research scientist at the Mount Desert Island Biological LaboratoryRandyDon is a research scientist at the Mount Desert Island Biological Laboratory で今から読みしました <laughs> 練習のためにちょっと行ってみましょう Randy Dorn is a research scientist at the Mountain Mount Desert Island Biological Laboratory. で、やるとうまくいくはずなんですけど、ちょっと今これ、画面録画でやりながらやってるんで、うまくいかないかもしれません。で、今これ、喋りながらここもう赤く。 えー、出てますよね。ですから、ちょっとうまくいってないですね。はい。ということで、ちょっとこの辺のところがうまく、えー、映像として出せてないので、ちょっとこれは、考えましょう。一回切ります。